チラゴムはい、今日はですね、はいうん、以前ちょっと動画で上がったと思うんですけど、うんハルイカのこう、うん、ポイントだったり、うん、話したことを基づいて、うん、それを実践していこうじゃないかと、うんうん、実際今日来たポイントは天候で風裏をちょっと探しながらっていう感じなので、うんうんまあ、シャローにはなってるんですけど、まあ、ここ春場狙えるポイントですね、うんうんうん、実際みんながどういう営業を使うのか、うん、どういう攻め方をするのかを、うん、ちょっとちゃんと説明をしながら、うん、やっていきたいと思います。はい、はいそれじゃあね、はい、早速やっていきたいと思います。はい、レッツゴー。それではですね、実践していきたいと思います。今回使用液赤ジンレッド、これリーフですね。多分もう販売は多分されてないんですけど、シャローですね。まあ、なんでこれを選んだのかっていうのは、今日月明かりがないんですよね。それでちょっと赤下地を入れてます。で手前がですね、ちょっと背がバチバチ入ってるんで、ちょっとシャローでゆっくりめに見せながら、ちょっとここの地形もそんなに分かってるわけじゃないんで、それもちょっと探りながらですね、やっていきたいと思います。うわ、いい感じやん。シャローエリア釣り場に到着しました。最初の1投目ですね、エギオ系軍艦グリーンのシャローでございますね。寄るっていうことでね、それでやっていきましょう。前回の動画でも話したと思うんですけど、エギにこう違和感を与えないフリーで結構流すことが自分は多いです。テンションホールあまりしないですね。まあ潮聞いてる時とかテンションホールとか入れたりしますけど、もうほんとフリーフォールが多いです。できるだけテンションかけないような。でしゃくりも自分は春になってきたらもうこんな感じ。一回顔をエギこう着底するじゃないですか、こう一回顔を起こしてチョンチョンっすよね。顔を起こしてあげて12張らず緩めずのフォールで、フォールがシャローなんでまだ着底してないですね。この間を通しましょうかね。昨日の夜中から今日の朝にかけて結構すごい雨が降ってるんですよ。でもしたら、もしかしたらね、こう真水が混ざってるんで、ちょっ、来た。まあまあ大きめと思う。うん、まあまあ大きめ。ちょっとさん来たとね。来ました。まあまあいいんじゃないですか、サイズ。ね、いいサイズやろ。走ったもん。ちょっと余裕ぶっこいてからさ、客が準備しとらんすかね。うん、全然上がらんよ、それ。えそうだ。はい、あたすー、横サイズやろ、そうやろ。はいはいはい、ちょっと待って、ね、ちょっと待って。はい、あたすーナイスですねー、翔太さん。一投目、いや、1投目ではないけど、何投かしとるけど、うん、ちょっと乱眼しながらこうタンタンタンって通しやすいとこば探してから。へえ、見事シャローやっぱいましたね。おったね。早かった、結果が。春サイズとまでは言い切らんけど、まあまあまあ、でも、うん、まあまあめっちゃいいやん、うん、いいサイズやん。おめでとうございます。はい、リーフです。リーフ、シャローのエギっすね、これ。シャローやね、シャロータイプね。へえ、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、見事サクッと仕留めれましたね。まあ、春イカサイズとまでは言わないですけど、まあ700オーバーではあったんじゃないでしょうか。ドラグはあんまりエギを動かさないイメージで動かしてたので、緩めのセッティングですね。エギのね、こう選別とかもハマってくれると気持ちいいですよね。
今日月明かりが全然出てないんで、それも多分当てはまっただと思います。今ねちょうどねショタがね釣ったんですけど、自分もイカパンチがありました。これね来るよ。ちょっとここは慎重にやりましょう。さっきと同じような誘いで、で軍艦グリーンに反応してきてますから、同じ軍艦グリーンでちょっとやらせてもらいますね。今フリーでちょっと流させてもらってます。こんなフリーな状態ですね。ね、緩むよね途中、時折。まあ比較的ドラグは緩めです。あ、緩いよね。2本の指で引っ張ってもっちりいていくようなドラグ設定にしてます。こんくらいのねやっぱりドラグ設定が、まあ、合わせるときに、さっきもねイカパンチを合わせるのに多分失敗してるんですけど、合わせは失敗しがちですけど、やっぱね乗せるときは乗せやすいと思います。きたー、ほらね。あ、ちょっと待って、これサイズいいわ。釣れた。これはいいぞ。ドラッグの設定もねうまくいったんじゃないですか。これはあーキロある。あー取り込みどうしようかね。そこ届く届くってか取るしかないや。もうちょい巻いて。まだおるやろ。いや、おらんわ。わしづかみや。おいおい、わしづかみやろ。キロあったやん。今のはすまぬ。キロあったわ。まあ、しゃあない。シャナイ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 。何もとっと、まだ終わったことはまだ何もとっと仕方ないやん。あれわしづかみやん。じゃあもっとしっかりかければよかったやん。そういうバッテンでした。じゃあギャフなんでもとらんと。自分の皆さんギャフね重要でした。ギャフが言ったですば。まあ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 、次のポイントでね、次の方がまあ、深さはちょっとありますから、うん、深さはあって、うん、これは何を元にいくかっていうと、うんうん、ベイト情報っすね、これ。なるほど。ベイトが風でやっぱ寄せられてきてる。うん。それの捕食対象者が集まってるってことだったので、うんうん。でそしたらイカも集まってんじゃないのっていう、こう考えから今移動をしてます。土管からの上げに変わって、うん。もうちょっとしたら動き始めぐらいだと思うんですよね。うんうんうん。だからそこを取る感じですね。動き始めをね。動き始めをやっていきたいと思います。思いまーす。次こそは釣る。ではね、軍艦グリーンで行きましょう。潮がめっちゃいい。ここはね、比較的シャローなところを今打ってます。本当はね、ちょっと深場のところを打つつもりやったんですけど、こんな墨見せられたらさ、シャロ打つでしょ。墨あるとこ打つでしょっていう話。
翔太が話してたみたいに風でベイトがここに集まってきてるっていう情報あったんで、それで結構シャローに刺してきてるっていう状況かもしれないですね。深さは本当ね、もう本当3、4メーターって言ったところです。文雄先生のチョイスポイントなんですけどね、背があるんですけど、そのあたりはいいよってことで、はい、先生直々に教えていただきました。このさ、ヘッドライトさ、これみんなで共有してるやつなんですけどね、絶対誰か一人頭でっかい人がいるんですよ。毎回すんげーでかくなってるんですよ。さあ誰でしょう、その人は。1ブーニー、2ジョン、2択っすね。頭起きそうでしょう。相当シャローならいいです。よっしゃ、来たあ、いいサイズ、来たいいサイズ、あ、やばい、いいサイズやわ。先生釣れたんすか。釣れた先生、あ、ちょっと先生釣れたんすか。釣れた先生、あ、ちょっと、おいバカマジで。ショタが向こうがいいやつ。ワンちゃん降りる、降りる、うん、気をつけてください、こういう活動は。おおおお、ここにして、見え、あオッケーオッケー、かかったうん、よいしょ、よいしょ、うわぁはい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 、ごめんおしっこちゃったね。いいサイズよ。おめでとうございます。いいな。どんな感じだったと。いや、めっちゃシャロー、本当に 2,3 メートルぐらいのところに投げて、うん、で、潮の感じがね、良かったんすよ。先行者の人が3倍ぐらい上げとったね。へー、うん、で、そういうのを見て、ここかなと思って、シャローやけど大丈夫かなと思ったらバチンって来たと思います。へー、ショタが言ってたみたいにベイトが多分入ってたと思う、そのシャローの。あー、なるほどね。浅瀬にいいね、入ってきてるんですね、うん、いいですね。あざます、ハルイカじゃないけど、うん、まあ、ちょっとサイズ的にはね、まあ、ハルイカじゃないけど、うんうん、全然あるね、うん、このね、超過上がるだけ十分、全然いや、間違いない、ちょっと考えがバチってハマったんじゃないですか、今日ハマってる、うん、今日ハマってるわ、うん、おめでとうございます。はい、あざます。いいっす。あー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。釣れんかった。場所チョイス、お見事よかった、助かりました。ちょうどよかった、マジでよかったね。踏みをばらしたけどね、うん、うん、え、まあね、まあバラした、うん、バラした。まだ今日は、うん、まあ、前回の動画で、うん、春のポイントを、うん、まあ、どう攻めるかとかを実践していってみたんですけど、うんうん、どうでした。よかった。うん、これからが楽しみやな、感じだね。そうね、うん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 、マジで。まあ、次また同じような回り方してどうなるかとかを ね、皆さんにフィードバック。そうね、サイズが上がったりとか、うん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 、ね、これからね、うん、釣れるのかとか釣れないのかとかね、こういろいろあるとは思うんで、うん、釣れたけよかったね、本当。今回の調光時間は2時間です、うん、最高、はい、またこうやって春のね、うん、新情報をお届けしていければなと思います、ね、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、はい、ぜひチャンネル登録、うん、高評価、はい、コメントの方もよろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。それではまたバイチャー。